サンタフェはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の52番艦。艦名はニューメキシコ州サンタフェにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはクリーブランド級軽巡洋艦6番艦以来2隻目。サンタフェの建造は1986年3月21日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され。 1991年7月9日に寄港した。1992年12月12日にジョイ・ジョンソン夫人によって命名浸水し、1994年1月8日にロジャー・ピー・クリル館長の指揮下収益した。2001年にサンダフェはマージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞した。サンダフェは2003年9月から2004年3月にかけて、 太平洋に配備された。この配備では合同演習ニュレックスレイザンに参加し、海上自衛隊と活動を行った。また、シンガポール、グアム、サセボへ複数回、横須賀への訪問を行う。横須賀での停泊中には台風に遭遇した。この配備を完了し、サンタフェは潜水艦に与えられる2番目に、行位の栄養である海軍主君部隊賞を受賞した。 2004年10月には3ヶ月に及ぶ、カンドック入りを始める。補修作業、大やけみが完了すると2005年5月から2ヶ月に及ぶ東、太平洋への配備が行われた。2005年6月に母校の真珠湾に帰還し、その後8月9日からは再び西太平洋に配備される。この配備では、インド海軍との演習に参加した。 サンタフェはインド海軍との演習を行った2番目の原子力潜水艦であった。演習後サンタフェはタイのプーケットに停泊する。プーケットの停泊も2001年以来アメリカ海軍艦艇によって初めて行われたものであった。サンタフェは2006年2月に真珠湾に帰還した。2006年7月には東海岸を通過し北極点に近づいた。ありがとうございます。